はいはいどうも皆さん、もっちりきっちり霊夢ちゃんです。今回は青鬼2016バージョンをやっていくんだな。イエスイエス、そして今回はこの夏ぴったり、貞子と大久保か横浜青鬼をやっていきたいと思います。か、や、こ、だ、大久保がつくと芸人さんになるだろうが。めちゃめちゃイケてる。やめろ。あ、名前は貞子や、これにすることにより、貞子とかや子の青鬼を楽しめます。ということで行ってみましょう。今回の青鬼シリーズは噂によると、かなり恐怖要素が多いらしいんだぜ。青鬼でも十分恐怖要素多いと思うんだけどね。あ、ちなみに今回は無敵モードは使用しませんので、よろしくお願いします。え？エラー？これって使用じゃなくてガチのやつだよな？ガチめのエラーだったため、やり直しました。なんかもう怖くなってきたんだけど、まだ怖がるには早いんだぜ。お、今回は無事始めれそうだな。あれ？たけしにピヨヒコにアンデルセンじゃん。たけしにタクロウにミカだ。え？私寝てたの？全然記憶ないんだけど、もしかして名探偵コナンの毛利小五郎現象かな？そんな現象は青鬼にあるわけねえだろ。え？もう帰れる感じ？いつものパターンだよ。え？ゆ、夢？みたいだな。正直ここでやられてたら積んでたし、何かあるとは思ったが。まあとにかく夢ということで、この部屋から探索していこうか。今回進むルートに目印がついてるみたいだな。それはありがたいんだぜ。え？マリサ。なんかいるんだけど。だが消えてしまったな。もしかして今のが、貞子かかや子か？今襲ってきたりしないよね？大丈夫だよね？ちょっと警戒しながら進めていきたいと思います。はい、何もありませんでした。もう玄関に行くとするんだぜ。何あの右にあるやつ？モンスト的なやつかな？って？え？あ、青鬼だー。霊夢、逃げるんだぜ。ここ最近青鬼が味方だったのもあって、追いかけられるのに違和感あるんだけど。まあいいでしょう。この天才霊夢ちゃんが見事逃げ切ってみせます。え、ちょっと待って、なんか自動で動いてるんだけど。え、怖い、これも心霊現象？あれ、貞子？貞子って敵じゃないの？もしかして今回は青鬼が敵で、貞子やかや子は味方なのかもしれないな。とにかく助かったし、玄関に行くとするんだぜ。了解でござんす。さあて、来週のサザエさんは？カットの間に何があったんだ？やはり開かないか。やらないか。あれ？今扉開く音しなかった？もしかして開いたのか？は？また青鬼出てきたんですけど。これは、終わったな。まだ玄関に行ったらいけなかった。って感じか？何の音？あれは、まさか。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。